があって、ひどい親父こぼしてる、こぼしてる親父よし、とりあえずはい壊れたぞ今投げたら。No ei vittu, mitä se tätä paskaa juo? Eihän toi oo vittu mitään. Totahan satana saa jokin paska huusti ihan tarpeen. とりあえずちょっと別荘で休みましょう。車があっち側にあるんだな。失敗しましたね。はい。早めに行かないと夜になると全く見えないですからね。ライト持ってないから、よいしょ、これで、あ、これ一発でかかるようになったのか。いや夜になったらほんと全然動けないんで、夜になる前に移動しなきゃいけませんね。今日は車検やってその後はひたすらお金稼ぎですね。トイレもしとこうあー綺麗だ、すごいなんか綺麗です黄金のレインボー、レインボーじゃないか、虹みたいになってるぞ、すごいよく飛ぶよし到着かな。あー体が汚れちゃいましたから、あれあれ、喉の渇きが癒えてるんですけど、何が起きました？あれ水飲めるのこれ。喉の渇きが癒えてる。なんでだ？あれなんか飲んでました？池の水。湖の水かなんか飲んでたかな？おしっこ飲めるんですか？もしかしてこれ。知りたくない新発見、もしかして。それだったらほんと永久期間飲めるのこれ。で回転しながら健康法ですね、朝のやってみましょう。減ってる飲んでる飲んでる飲んでるぞこれやばいな、これ飲んでますね、完全に入ってったこれは知らなかったな。あ、すごいすごい、汚れもたまるけど減りましたね。なんだこれじゃあ困った時は天に向かってやったらいいのかな、こうボートじゃないとできないのかな。はい、いやいやいや、毎回新しい発見があるなこのゲームは嬉しくない発見ですけどね。よし行きますか、とりあえず移動しましょう。これでもまだへこみはだいぶなくなったんですけどね。だいぶというか、ああ後ろ空いてる、なんか後ろが、ああそういうことか、閉まんない閉まんないちょっと待って、いろいろ詰めすぎてんな。こっち側にいくつか移動さしとくか。ああ、バンパーが外れちゃったやば、これやばくないですか、整備不良の原因じゃないですかこれ。どうしようこれ。ネジがない。バンパー取れちゃった。ネジネジ、ネジつけなきゃいけないのに。よし、しまった。よし。行きましょうか。もう十分ですね。行きましょう。
いいですね。わあ、でも燃料もうこんな食ってんのか。よし、ここに入れる形ですよね。なんと綺麗に入れないと大変なことになりそう。止まっちゃった。最悪なところで止まった。もう昨日の雨トラを思い出してやだな。こんぐらいかな。はい、ギリギリだな。ちょっと大丈夫かな。よし、ちょっと車検を受けよう。これで。リテリンアウトカッツとシュワ、ホーメンタン。はい。お、いったいった。325、高いですね。お、チェックですね。おほほほほほほ。怖い怖い。怖い怖い。すごいすごい。ははは。見に行こう。あ、何やってんの。ちょっと丁寧に扱って。壊れちゃう。怖い怖い。ちょっと見てないじゃないですかこれ。遊んでるだけみたいに見えんな。終わり。You are such a character with this car of you。 なんでエコーがかかってたの今のセリフ。あなたみたいな車だってこと？ないそれ。怪しいお店じゃないですよねこれ。これが車検証もらえたのかな。あ、バツが2つついてる。これダメ？嘘。何がダメだったんだこれ。燃料経路。燃料経路と左のリアタイヤ。ショックリアレフトとフュールライニング。この二つだ。ショックリアレフト。ネジが止まってないのかな。親父の店でやるか。どっちみち家か修理工場でやんなきゃいけない。なんか詰まってるってこれかな。なんかいろいろタイヤのところに物が挟まってるけど大丈夫かな。いけるかな。うまく。はい。バンパー外れたらまずいですよね。大丈夫かな。これ入れといてもいいんですけどね。じゃあちょっとだけ修理工場まで頑張っていきましょう。おお。運転手いないときつくないですか。ハンドル操作してくれないとまっすぐ行かなそう。いや、だいぶずれてる。危ない。怖っ。痛い。ぶつかってません？危ない。ちょっと待って。言わんこっちゃない、これ。うわぁ。やっちゃいましたね。これ無理でしょ。
大丈夫かな。長すぎたかこれ。やばい、外れちゃった。これネジで止めなきゃダメでしたよね。はまんない。やばいな、工具セット持ってこなきゃダメですね。いやこれダメでしょ、くっついてない、くっついてない。これぐらいの距離だったらいいでしょ。紐が長すぎた。あ、やばいやばい、ちょっと待って、嫌な音がしてきた、嫌な音がしてきた、ちょっと待って。怖い怖い怖い、バスが動く前に行かないと。ここ通り道ですもんね、バスの。危ない、時間がそんなないぞ。やばいやばいやばい、まっすぐ行くか。やばいやばい、来てる来てる来てる。ああよかった、向こう側か。よしよしよし、あ、これだったらいけそうですね。ゆっくり行こう、ゆっくり。パーツあれ外して向こう側から行くか。あ、最初から、あ、お、取れた取れた取れた、なんか取れた、なんか取れましたね。ちょっとストップ、ちょっとストップ。いろいろなんか取れてるぞ。逆も取れてる。ほんと最悪だな、これ。もう中にパーツは入れときましょう。音がするからわかるかな、なんか取れたときは。バンパーも取れてんな。ここら辺また全部くっつけてもらうか。でもこれぐらいだったら家から工具持ってきて工具積んどけばいいですよね。なんでネジがちゃんとはまってないのかな。ゆっくりめに行きましょうね。この車は燃料、あ、やばい、ちょっと待って、意外と燃料入ってないな。いけるかな。最悪ガソリン缶で行きましょう。あれの、怖いな、怖い、非常に怖いですね、この運び方。あー、待って、危ない、危ない。あ、なんか落ちた、なんか音がしたな。これ無理な気がしてきたな。あ、いかん、なんか外れてる。もう最悪ですね。また前のバンパーも外れちゃった。あー、ひどいですねこれ。大丈夫かな。なんかズンズンカーの音が近いな、やったら。な、何やってんの、ズンズンカー。運動場で遊んでますね。楽しいのかな。トラクターの方がいいかもしれないですね、確かに。トラクターにするか。家からどうせ燃料も取ってこなきゃいけないんで。ちょっとトラクターにしようかな。ちょっとこれ、行ける気がしないですよね、修理工場まで、こんな調子じゃ。ちょうど薪割りの仕事も入ってたんで、お金も稼がなきゃいけないんですからね。危ない危ない、ちょっと待って、どっか行って、ぶつけるなよ。あ、危ない。こっちか、一度戻って、ちょっと燃料もあれなんで。危ない危ない、全然言うこと言えない。やっぱトラクターだな、トラクターで行きましょう。いやー、せっかく直したのにな。工具と
でだろうな。トラクターあればこっちでも修理できるか。それで頑張って直すか。そんな致命的な壊れじゃないと思うんですけどね。ちょっと壊れてるよこれ。ちょっとへこんでる。最悪だ。